さて、移動手段の変化や人口減少、新型コロナなどにより利用者減少に悩まされる JR ローカル線。路線の維持に向け利用促進案を検討する1回目の会議が岡山市北区で開かれました。利用者が減少している JR ローカル線の利用促進を目指して開かれたものです。今日の第1回会議には JR や県、24市町村などが参加し、現状の課題などを共有しました。地方部の鉄道の大きな転換期を迎えていると、このように考えております。鉄道から車への移動手段の変化や人口減少、新型コロナなどにより利用者が減少する JR ローカル線。県内では去年3月から1年間で7路線87本が取りやめ、また芸備線など3つの路線5区間で赤字が続いています。これらを踏まえ、各自治体の利用促進に向けた取り組みなどの意見を交換しました。利用促進策をこの会議の場で検討して、それをそれぞれ自治体、あるいはその複数の自治体で実際の事業につなげていけるようにしていきたいと。輸送密度とかですね、乗車人員っていうのが増えていくというところが目標でございましょうから、ぜひそこにつながるような取り組みをしていきたい。これからのローカル線はどうなっていくのか。次の全体会議は来年1月ごろに予定されていて、各自治体との情報交換などを通じ利用促進につなげたいとしています。